どうも銀次郎です、今日はちょっとまあたまたまトレーニングで、カメラウーマンの千恵子さんがちょっとまあ暇だっていうかしょうがなくじゃあ動画撮っていいよって言って今日はまあデッドリフトちょうどやるのでデッドリフトのまあセッションちょっと見せたいかなと思います。まずはまあなんで裸かっていうとさっきまあ運動してその後の2セッション目になるので裸なんですけどこれはストラップですね。リフティングストラップなのでまあパワーグリップとかと一緒ですね。でもこう離れてる分まあウェイトリフティングスナッチとかクリーンランジャークに適したストラップなのでこの作り方もまあいつか見せたいかなと思いますのででもとりあえずまあデッドですね。まずはウォームアップセットです。とりあえずまあ60キロで何回かやります。ウォームアップから今日はちょっとグリップ使っちゃいます。よし、まあ、こんな感じです。次100、僕はベルトは個人的に使いません。トレーニング中はほとんど使わないですね。なのでベルトなしで今日もやりたいと思います。何レップ何セットぐらいですか今日は。これウォームアップ2セット目、まあメインのセットが、今日は171キロをマックスセットでオールアウトの1セットやるのでそれまでちょっとアップしていきたいです。まあ、とりあえず100まだちょっと軽いですね。これをちょっと3、4回かな、3、4回いきます。なのでまあさっきちょっともう セッション1個ワークアウト1個やったのでちょっと結構温まってるのでアップは早めかなと思います。で僕的なフォームは、まあ、足は腰幅ですね。足腰幅、僕はつま先ほぼ正面、腰幅でほぼ正面です。僕はで手はもうここのギザギザの部分ギリギリで持ってます。広くなっちゃうとやっぱ距離が長くなる分なるべくギリギリで持ちます。で、まあ、僕はそのデッドリフトの、スペシャリストでもないのでそういうパワーリフティングのデッドリフトのスペシャリストとか、まあ、多分やり方とかいろいろとあると思うんですけど僕は個人的にはもう足腰幅で握ってで、まあ、やっぱもう腹圧ですね。お腹が抜けちゃうと結局腰はこう丸めたくない。だから腰はまっすぐこうニュートラルな状態を保ちたい。ちょっと前傾入れるぐらいの意識でもいいと思います。なのでこっちが後傾だったらこっちがまあ前傾ですね。ちょっとここをしっかり保ってるのが大事なんですけど結構間違えるのが背中だけ意識しちゃってこっちはあんまり意識しない人が多いのでどっちかっていうとその腰が丸くなったりしないのってこっちなので、やっぱ腹圧をしっかりかけることが、大事ですね。腰だけ力入れるというよりはここちょっと軽く叩いてずっとお腹に力入ってるかどうかを確認しつつやるといいと思います。よし、100 30。今日は特にウォームアップのセットの重さとかは気にしてません。とりあえずメインセットの171をまあ10回以上いけたら嬉しいかなって感じです。よし、これウォームアップのセット3になりますね。で、人によってはこうスモースタンスとか、まあ、普通のコンベンショナルでもこう膝をすごい外にってやる人もいます。多分ね、この、まあ、先ほど言った通り僕もデッドリフトの
スペシャリストじゃないので、そっちの方がいいかもしれないです、本当は。お尻の力を入れやすいので。僕は個人的にあんまりそれ意識しないですね。そうすると、なんかちょっと腹圧が抜けちゃう気がしちゃうので、僕はもう足裏全体で自然と踏んでるイメージですね。踏みながら引くのが大事です。しっかり踏んでください。間違えるのがこう引くだけだと思ってこうやって引っ張っちゃう方多いので最初はやっぱ本当前ももを使ってしっかり床も踏まないといけないです。踏みながら引っ張るので引っ張るというか踏みながらお尻を締めていく感じですね。なので引くだけの動作にしないようにちょっと気をつけて、これ130、150でいきます。3レップやります。150、そろそろメインセット近づいてきてます。よし、次ですけどね、これはまあただある程度僕の個人の理論になるんですけど、デッドリフト僕はこの胸椎の部分、上半分ですね、背中のこの胸椎の部分はデッドリフト中は丸まっていいと思ってます。腰椎ではないですよ、ここはやっぱフラットニュートラルの状態は必ず保つけど、こっちの胸椎は僕はちょっと丸くなってもいいかなと思います。その理由は結構胸椎って動くためのまあ、背骨の動く部分なのである程度ちょっと動いても特に問題はないです。でもですね、初心者の方は必ず、フラットの背中がフラットの状態をまずできるようになって、それである程度ボリュームとトレーニング歴を広げてから、増やしてからこういうまあちょっと専門的なことに寄せていってください。最初からこう丸めた癖をつけちゃうとあんまよろしくないです。なので最初はもう背中フラットの練習していって、ある程度中級もう 2,3 年とか本当回数こなして筋肉も強くなって関節も強くなって腱とか筋とかも全部強くなっていってからそういうのに、ね、やっていくといいと思います。でも僕は個人的に背中ちょっと丸くしてますね、胸椎、まあ、そっちの方が力入りやすいのと床にちょっと近づくので僕はそうやってます。で、あとまあスポーツとか見ていくと、例えばレスリングとか、柔道とか人投げるときとかこう持つときって結構胸椎って丸くなってこうしたりしますよね。なのでそっちの方がまあスポーツとかでもそうなってるので決して体がぶっ壊れることはないです。と特にそれは先ほど言ったようにある程度トレーニング歴を積み重ねてからですね。じゃあ次100なんだっけ、60、160、もう一発ですね、ここは。1レップ。OK。160、170。
ていきます。90% を取ってます。今週は今デッドリフトは週1回でやってますね。メインのこのデッドリフトは今週1でやってます。よしで、まあ190キロの 90% で171キロで、まあ、1セットマックスセット何回できるかなので、12回とかいけたらいいかな。よし、あと首の位置も、まあ、見ていただきたいんですよ。首はこう上げないように、この背骨は必ずこう、まあ、ニュートラルの状態、首はニュートラルの状態で、この背骨、この骨の背骨の部分全部こう伸ばすイメージですかな。伸ばすイメージで、このこれを潰しちゃうとコンプレッションがかかっちゃうとパワーロスになってくるので、こうなんのようにこうしっかり伸ばしてやってあげるといいと思います。よし、何回いきますかね、チェコさん。10回はいきますか。しょうがないチェコさんが言うならこれしかないでしょう。銀ちゃん、どこの角度がいいですか。取ると、取る。そこでいいです。そこでいいと思います。顔やばいかもしれないけど、許してね、みんな。気合だ。よし、セッションがこれやってで午後練やるんですけど、今日はちょっとゴールデンウィークなので順番がバラバラになっちゃったけど、いいと思います。一応目標達成です。心拍数なので、こうランニングとか有酸素しないといけないのって人はデッドリフト重たいので10回やってみてください。息上がるから。では、まあ質問ある方はぜひコメントください。あと、まあどういうプログラムやってるのかとかもいつか動画作りたいかな。ではまた See you